グスタフ5世は、スウェーデンベルナドって王朝の第5代国王。全国王スカルニセイの子。母は、ナッサウ公、ビルヘルムの娘ソフィア。即位した当時は、帝国主義時代の真っ盛りであった。傍聴を続けるドイツとハンスラブ主義をあらわにした、ロシアとの対立は避けられぬものとなり、1914年に第一次世界大戦が勃発する。 スウェーデンは伝統的な中立政策を宣言し、12月18日、グスタフ5世は、隣国ノルウェーのホーコン7世、デンマークのクリスチャン10世を丸目に招き、三国国王会議を開いて、中立政策の維持を表明する。この中立宣言は、第二次世界大戦前夜にも行われている。大戦中は連合国に、海上封鎖を受けたり、ドイツ軍の攻撃も受けたが、 なんとか中立を守り切った。ただし、フィンランドの独立後の内戦では、義勇軍の出兵を黙認した。戦後中立政策を説いたスウェーデンは、国際連盟に加入したが、国際連盟の国際情勢の危機に対する意思白弱さに失望し、伝統的な中立政策に回帰していく。この中立政策は、近隣諸国に対する冷徹さを浮き彫りにし、 第二次世界大戦後に国内外で非難されることになる。第二次世界大戦において、グスタフ・ゴセイは中立政策を強く推進し、他国への援助を一切拒否した。スウェーデンの社会民主党政権のペール・アルビン・ハンソン首相は、直ちに国民を総動員し、最終的に50万人の国民軍を編成し、中立維持のために最後の一兵まで戦う決意を示した。 ナチスドイッツはスウェーデンに対し様々な要求を突きつけたが、それでもグスタフ・ゴセイは中立政策を貫いた。政府はこの後も中立違反ギリギリの政策を通したが、1944年に廃り転機を迎え、ようやく連合国の要求を受け入れていくことになる。しかし、スウェーデンは見かけほど中立であったわけではなかった。 多数の義勇兵が両陣営に参加しており、特にナチスドイツの武装親衛隊には100名ほどのスウェーデン人義勇兵が第 5SS 走行師団と第 11SS 義勇装甲的団兵師団を中心に在籍していた。その他にも戦時中、反ナチスや亡命者、レジスタンスを受け入れ、またユダヤ人を保護するなどした。外務省は日本の和平交渉仲介も行い、 スウェーデンの外交官、バレンバーグの活躍もあったのもこの頃である。グスタフ5世自身もナチスのホロコーストに対し非難、懸念の声明を行っている。ともあれ、スウェーデンは中立政策を維持できたのである。戦後スウェーデンは北欧諸国に軍事同盟を持ちかけたが、これは成立しなかった。冷戦が始まると北欧はノルディックバランスを構築する。 グスタフ5世は長寿だったが、その晩年は必ずしも幸福ではなかった。1947年1月に、大池証券第2位の孫、グスタフ・アドルフを航空事故で亡くし、1948年9月に、老いのフォルケオ・パレスチナで失っている。グスタフ5世は、その2年後の1950年10月20日に92歳で、放御した。 テニスに教授グスタッフ5世、ありがとうございます。